ションローラーです。ショートケーキを使った飲むショートケーキっていう下準備をしてみたいと思います。大阪の方で流行ってるっていうことなのでやってみようかなっていう感じで実験してみたいと思います。ショートケーキ一旦凍らせて、いちごの繊維とかをぐじゅぐじゅになってフードプロセッサーで潰しやすいように一旦冷凍したものを解凍してあります。ヘタはさすがに食べられないのでヘタだけ取って、でもうすでにこういちごの凍らしたものなのでいちごの組織がこう壊れて柔らかくなってます。1個かいや2個かこれショートケーキとな、回しやすいように牛乳入れてみました。ペースト状ですね。あの種とか喉越しが悪いものが混じっているので三角シノワで裏ごします。牛乳の量は適量です。やっぱりイチゴの種種がすごいな。達成した方が、まあこれが好きな人はこのままダイレクトでいっちゃってもいいけど、じゃあこのバットに流して、じゃあこれでショートケーキ3つ、まあ3分の1ぐらい牛乳入ってます。でこれを冷凍してこれからまた再加工って感じでやっていきたいと思います。今日はここまでです。高級バニラアイスクリームです。とても美味しいです。フリーズドライのいちごになります。こっちいちごの濃縮コンフですね。いちごの香りがついて味もします。種入りのラズベリージャムです。ここに伝えしてみましょうか。こんな感じですね。今シチューとかカレーのルー的な感じにの硬さです今。あ、なんか柔らかそう、はい、140で統一して、もうええやろ、こんな感じですね今。フラペチーノっぽい本当ですね。あ、なんかでもすごい美味しそう。この時点でちょっと味見してみます。うまい。マジですか。とりあえずの、胴割りで今やったんで、まあ、食べてもうちょっと柔らかくしたらもう少し牛乳をっていう。ドミノピザのドリンクにコロナのがあったような気がしました。あったよね。ありますあります。タペストリーにこれがガーンと乗ってて上にドライフレーズが。じゃあこれでとりあえずの完成です。じゃじゃーん。全然こうこうやっても落ちてこないぐらい粘度がすごいですね。じゃあいただきます。いただきます。まあかき回した方がいいかもしれないです。うん、あ、ショートケーキですね。このスポンジも感じる。ソフトクリームの仕事が大変いい仕事。いや、これ夏はいいですよね。暑い日に。
あ、このフリーズドライのイチゴのシャクシャクしたこの感じと、うん、このラズベリージャムの種のプチッとしたのが来る、まあ、頭キンキンになるやつですね、食べると。スタバのフラペチーノより濃厚って感じですね。ジャムいいじゃないですか、これ、うん、飲みながら食べるって感じの食感ですかね。ちょっとした具的な感じがアクセントでいいかもしれないです、うん、ケーキと飲み物のなんか中間です ね、 そうですね。でホール買ったけど食べきれなかった、どうしよう、まあとりあえず冷凍しとこうっていう時にこの動画を見て、じゃあちょっとアイスクリーム買ってきてガーってやってみるべってやったら意外に美味しい、夏にはいいかもしれないです。ちびっ子たちと一緒にお母さんもどうでしょうか、はい、冷たいうちにどうぞ。飲める、飲めます、飲めます。あーでもすごいシェイク、かき混ぜてね、たまにショートケーキシェイク、ショートケーキですね、美味しい。